満点いいもの発見隊、狩俣アナウンサーです。よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーを紹介しています。本日お取り寄せしたのはこちらだ。和歌山県みなべ町高田花園のお酢で仕上げた食塩を使わない新感覚の梅干しゼロ梅です。ゼロ梅、はい、どうぞお召し上がりください。お酢で、はい、お酢で仕上げ食塩は使ってないという。大きいね。大きい梅干しだ ね、しっかりとしてます、ね、いただきます。どうぞ。うん、おいしい。あ、そんなに酸っぱくないよね。はい、食べやすい。うん、あ、本当だ。おいしい。うん、で甘みもあって、はい、甘みが結構強めで、うんうん、で後からこう酸味が来るというか、そうだね。バランスがいいですね。その酸味もまろやかでね、食べやすいですよね。さっぱりしてます。ね、おいしい。食べやすい。よかったです。おいしい。本日お取り寄せしましたゼロ梅を作っている和歌山県みなべ町の高田花園は。梅の最高級ブランド紀州、はい、紀州南高梅の発祥農園で、南高梅の元となる木の母樹が農園の中にあるんですよ。そうなの？聞いてますか？聞いてます。大丈夫ですか？食べたばっかり。今日は高田花園の高田さんがまさにその南高梅の農園の中で、はい、南高梅の母樹の前にいらっしゃるんです。わざわざ。そうなんです、はい、高田さんよろしくお願いします。高田さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今梅干しいただきました。本当に食べやすくてありがとうございます。美味しいです、はい、これそれこそ今映像で高田さんがいる場所の後ろに見えてるのが、はい、それこそ南高梅の母樹ですか？そうです、これが南高梅の母樹になります。今もう樹齢で127歳になりますので、すごい、はい、ここからじゃあ広がっていったってことなんですね。そうですね、はい、この、 和歌山の南高梅というのは全てこの木から始まっております。どういう始まりだったんですか？もともとは僕のおじいちゃんですね、はい、おじいちゃんがここの畑で梅を植えたんです。でその時にこの木がひときわ本当に綺麗ないい梅がなるということで大事に育てておりまして、うん、でその後にこの当時の村なんですけども、はい、村の中に品種がいくつもある中でいい梅として産物にしようということでいろいろ調査をして最後に選ばれたのがこの高田梅、南高梅になります。その後ろにあるやつなんだ、うん、いやこの南高梅の元となっている、はい、そうですね、これはこちらになります、うん、はいはい、ね、母樹が実際にこんな風にまず見られるなんてちょっと感激なんですけれども、うん、高田さんこの梅干し、はい、食塩使われてないっていうことですけどかなり珍しいんじゃないですか？うん、はい、そうですね、もともとやっぱりこう梅干しって言ったら塩分が高い、だからその塩分を気になされる方が非常に多かったので、でそしたらなんとか塩分を低くしてつけられないかということでいろいろ考えてやったのがこのうちのゼロ梅になり、本当にもう、うん、食塩を全く使っておりませんので、安心して食べていただけると思います。美味しい、まあね、そういったことが理由でこの、うん、はい、梅干しが誕生したということで、はいはい、うん、高田さんこちらおすすめの食べ方、はい、他にもあるんですよね？そうですね、まずそのまま食べていただいても従来の梅とこう風味が本当に違うと思われたと思いますけども、うんうん、さらにそれにですねチョコレートをかけたりとか、はい、あと、きな粉をまぶすと本当に和菓子のような感じの味わいになりますので、はいはい、そういう、 こう新しい感覚でぜひ食べていただけたらと思います。本当ですか？高田さんそんなわけないでしょ、ということで千賀、はい、写真さん、いやいや、まあ本当に試してみてください。あら、じゃあ試して、はい、あら目の前にチョコレートがあるわ、はい、チョコレートディップして食べてください。スイーツになるって本当にそんなわけないじゃない。チョコレートつけていただきますね、はい、いやチョコレートは洋風になるしきな粉は和菓子風になります。お、高田さん、はい、おいしい、おいしい、うまい、チョコと梅干しですので、
やはりこう従来の梅干しと全く違う感覚で味わえると思います。うん、全然違いますよね。きな粉もすごく、うん、これすごいね。これは和菓子スイーツ、洋菓子和菓子っていう風に様変わりしますよね。うん、なんかちょっとこの香ばしさが加わって、はい、味が変わります。新感覚です。はい、チョコレートも美味しい。はい、そうですね。はい、いや本当にやっぱりこう塩を使わないで漬け込むことで、はい、その梅の風味が残っておるので、うんうんうん、そんな感覚になると思います。うん、これはびっくりだ。すいません、高田さん疑っちゃって。ね、美味しいですね。美味しい。いや、本当に食べてみないとわからんことですね。うん、めちゃくちゃ美味しい。はい、びっくりです。では最後に高田さん、南高梅の発祥農園としてもそうですし、はい、これからの梅作りに対する思いをお聞かせください。はい、そうですね、本当にこの梅の木、この母樹からこの産地の梅というのは成り立っておりますので、やっぱりこれをずっとこれからも継承していかないといけないと思っておりますのと、あとは本当にさっきの塩分のようにお客様に喜んでいただける、安心していただけるものを作りたいと思っておりますので、弊社ではここの畑もそうですけども、もう本当に有機栽培やっておりますので、まあ、そういう安心していただける、うん、新しい梅をこれからもどんどん作っていきたいと思っております。はい、高田さん本当にお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ぜひまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これからもお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。すごい、俺正直はい、梅干しそんなに食べないんですけど普段。はい、でちょっとやっぱ酸っぱいのがそんなに苦手なんで、でもこれもう全部食べてんだ、これ完食。3粒全部食べてましたね。うん、1個チョコでいただきましたけど、ね、そのままで2粒いけた。これ本当食べやすい。ね、おいしい。おすすめですよね、本当に。はい、今日ご紹介しましたお酢で仕上げた食塩を使わない新感覚の梅干しゼロ梅は Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフト券1万円分をプレゼントします。ホームページから応募することができますので、詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊からご覧ください。これまでご紹介した商品情報も掲載していますよ。これからもいいものどんどん紹介していきます。お楽しみに。狩俣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、満点いいもの発見隊でした。